子供から大人までみんなが大好きなお寿司。寿司弁慶と回転寿司北海道は地元で水揚げされた魚を新鮮デカネタで提供している地元ではおなじみのお寿司屋さんです。活気あふれる店内には定番ネタからその日にしか食べられない旬のお魚まで美味しいネタが揃っていますよ。私はお魚が好きだし、おじいちゃんが北海道が好きなので参加してみようと思ったからです。お寿司屋さんの裏のところを見てみたいです。さあ、制服に着替えて職業体験開始です。制服を着ると一気に大人っぽく見えますね。寿司弁慶のお寿司がなぜ新鮮デカネタなのか、それはストアオートメーション化が関係しているんですよ。機械を使って寿司作りの一部を自動化することで人件費を抑え、その分お手頃価格でお寿司を提供できるんです。例えばこれ、シャリを握ってシャリ玉を作るシャリロボット。寿司職人が握るスピードの4倍でシャリ玉を作れるそうです。もっとハイテクなのがこのロボットで、これは海苔巻きまでしてくれるロボット。シャリ玉を作って海苔を巻いて、その上に軍艦ネギトロだったり、みんなしてるイクラとかウニとかそういうのを作っていくんですけども、これを使うと職人さんなんと7倍のスピード。このようなロボットを使うと誰でも同じ美味しさを出せ、作業人員を少なく効率的な店舗運営ができるんですね。機械化されていて、お客さんのためにすごい工夫されていて、すごいと思いました。そして新鮮な商品へのこだわりで導入しているのがこちら。今120円のお皿8秒かかりました。はい、次のお皿、はい、190円のお皿が今下に17秒かかって出てきました。これ何をしているかっていうと、このお皿の下に IC のタグがついてます。 IC チップ管理のレーンで新鮮なお寿司だけがお客さんの元へ届き、長くレーンを回っているお皿がなくなるんですね。はい、じゃあ軍艦を作ります。未来キッズは軍艦巻きにチャレンジ。海苔が巻かれたシャリ玉はロボットが自動で作ってくれるので具を乗せる作業になりますね。最初は具の量が安定せず戸惑っていましたが、30分もすればこの手さばきと目つき。おお、すごいわ、一発やる。もう覚えが良くてびっくりしてます。この、ね、お客さんの反応を見てみたい。終わりのところを真ん中でちょっと怖い気分もある。お、こちらはソフトクリームの注文が入ったようですよ。はい、止めて。よし、できた、できた。まず一つ。はい、次ゆいちゃん。え、ちょっとどう？潰れた？もう一回やろうかな。仕事に失敗はつきもの。どんまいどんまい。さあ、次はどうかな？いいじゃない？いいじゃない？オッケー。子供たちの成長っぷりに店長も驚きの様子でしたよ。思ってた以上に子供たちがものすごく仕事ができるのでびっくりしました。まずは理解力がすごくいいんで、もうこっちが教える前に自分で動いたりしてたんで、感心して、いや、こういう子たちがうちで大きくなったら働いてくれたら助かるなって思いましたね。はい、寿司弁慶での職業体験、未来キッズたちはどう感じたのかな。いつも食べてるお寿司がすごい、皆さんが声かけとかで頑張って作っているので、ちゃんと美味しくいただこうと思いました。楽しかったし、でもこの仕事もすごい大変なんだなと感じました。お寿司を作る仕事が結構機械で簡単にできて楽しかったです。最初は看護師さんになりたかったんですけど、お寿司屋さんも楽しかったのでやってみたいなって思いました。仕事の大変さや喜び、子どもたちにはしっかり伝わったようですね。